どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今日から僕は1週間、上活のスタートアップツアーという1週間のインターンシップに参加しようと思います。地方学生限定のインターンシップで、一度に1週間で多くの企業に会えるっていうイベントになっております。前半部分に上活のイベントがあって、中盤にセミナーとかがあって、後半に選考会に実際に進めるっていうスケジュールになってます。その1週間をかいつまんで皆さんにご紹介できたらいいなっていうふうに思っております。いくぞ！始めたいと思います。よろしくお願いします。6日に、今日からスタートです。みんなが3期生、上活3期生になります。で、まだまだ課題が多い、サービスだと思うんですけど、みんなと一緒に作っていければなというふうに思ってますので。今から自己 PR の時間が今からあるんですけど、緊張するな毎回。非常に緊張感がある会場ですね今。マークにある国際教養大学ってところに通ってます。大学では、市街化調整区域に指定されている空き家という空き家をリノベーションする。こんにちは、東北大学の坂口圭と申します。今回この上活も私にとってはすごく挑戦で、184センチで中高バスケ部だったんですけど、生粋の関西人です。じゃあ、そして今16人のモデルさんのマネージメントを行っております。留学先のマレーシアで日本文化にすごい興味があるマレーシア人が多いのに、それを体験する機会が少ないということに気づいて、私はインドのインターナショナルスクールで8ヶ月間日本人の駐在員の子どもたちに対してサッカーを教えてました。とりあえずやってみるってことが好きで、はじめまして、金沢大学3年の福田俊と言います。僕は大学2年生の時から YouTube 活動をしています。で、YouTube を始めてからチャンネル登録者数が、1000人いくまでに7ヶ月ぐらいかかったんですよね。で、そこから、就活という分野に絞って、地方と都会の就活に関する情報格差をなくすっていうことをテーマに、各企業の何ていうんですかね、紹介動画であったりとか社員さんの生の声を届けるっていうことをコンセプトに、チャンネルを運営したら、大体1年間で 2.5 万人ぐらいまで増えました。で、そこから学んだことは、誰に何をどのように伝えるのかっていうところを意識して、したら登録者数が伸びたので、そこを意識して今も活動しています。で、今日は、地方学生だけが来るイベントということで、僕自身も石川県の大学なので、その仲間を作ったりとか、あと企業さんのお話を聞いて、たくさんのことを学べたらいいなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。今からビジネスカードゲームっていう、なんていうんですかね、僕も今いまいち分かってないんですけども、大体私この位置にいます。しゅんくんどうですか？いや、楽しいけどわからない。僕もわからない。じゃあ、世界一周してきます。何点でしたでしょうか？ああ、平均ぐらいですね。全体としては、だからって相手に伝わらない言葉あったよというか。はい。で、ちょっとこの前は皆さんの質問ベースでいろんな話できればなと思います。こういう学生に来てほしいので、自分から動ける。僕自身は YouTube で就職活動をするっていう流れというかムーブメントを自分自身で作りたいなと思って、っていうか僕一番君が欲しいんです。本当ですか？ありがとうございます。マッチングこちらこそありがとうございます。というわけで今大学3年で就活やるんです。このバージョンだけじゃちょっと収まらないんで、ちょっとこの後ご飯行きましょうよ。本当ですか？はい、ということでですね、そのイベントが終わって企業さんとの飲み会じゃないですけども、なんていうんですかね、懇親会が今からあるということで、今から向かおうと思います。めっちゃ美味しそうなんか盛り付け方がおしゃれだよね。ね、ほんとやばい。マジでやばい。めっちゃ美味しそう。美味しいね。美味しいっす。マジで美味しい。マジっす。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。長野じゃ食べれないこんな美味しい。はい、というわけでお時間になりました。ありがとうございます。乾杯。もう全然硬くなくて大丈夫です。ほんまにザックバラに抜けたらなと。部長の名前。下の名前で覚えですね。みんなそれぞれが。あとあだ名があったりとか。感じなので、役割は確かに分かれてるけど、目的は一緒なのよ。ってことは役割が分かれてても目的が一緒やから、この発言って上も下もないので、目的に沿ってればっていう考え方の会社なので。じゃあ何に乾杯？出会いに乾杯。おいしそう。人の前で嘘つかない。まあ、さっき二人ちょっといろいろ聞いてくれたけど、聞いてみたいことがあるから、何でも言うけど。はい、どうぞ。営業する上で、大切なことは何ですか？営業で一番大事なのは、相手が儲ける提案をすることですよ。自分が売りたいものではなくて、相手が欲しがるものでもなくて、相手のためになるものを売る。やっぱり会社ってさ、儲けるために存在してるんだよ、利益を出すために存在してるから営利団体なんだよね。ってなった時に、その企業が継続的に事業が存在し続けられるように、利益を出せるようにするっていうことが大事なんだよ。なので僕が扱う商品とかサービスとか提案を通して、そのお客さんが今よりももっと良くなる、もっと儲けられる、こういう提案をするっていうことを絶対軸をぶらしちゃダメです。最高な立場で真剣に客観的に聞いた時に、一番儲けられる、一番会社が良くなれる方法をちゃんと提案してあげる、そんなパートナーでありたい。この気持ちだけは絶対にぶらさない。いや、もうリバイスの中に出たい。オッケー。でもこれマジだから。マジですね。仲間になるですね。物売るな、価値をね。すごいですね。もう一個だけ語っていい？はい、2日目の朝なんですけども、こんな感じで上活と提携しているシェアハウスが、このスタートアップツアー中は無料で泊まれるということで、それプラス1月まで、スタートアップツアーが終わった後も、7泊8日までいつでも泊まれるという特典がついてて、地方学生にはめちゃくちゃありがたいと思います。洗面台も、キッチンもいい感じですね。では、3日目スタート。練習したら歩兵はどれくらい上がるのか。本田長友川島と。はじめまして、金沢大学3年の福田俊と言います。よろしくお願いします。スタイルエッジの花崎と申します。スタイルエッジの吉本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。選考に進ませていただいてありがとうございます。どうぞ、ありがとうございます。スタイルエッジさんが求めている人物像、もしくはなんかどういう学生に来てほしいみたいなのがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。今力を入れている点としては、はい、組織形成になるんですね。で、これから幹部候補というか幹部になるような、社員を、新卒採用大学生の皆さんからどんどん輩出したいなと思っているので、そういう意味では一緒に会社を作ってくれる、はい、作っていきたいと思ってもらえる人を求めてますね。なるほど、なるほど。ということは、なんていうんですかね、意欲がある、やる気のある学生を求めているっていう。主体性を持って働きたいっていう人が、うちでは活躍しやすいかなと思いますね。主体性あります。ありますか。じゃあぜひ弊社の方で。ありがとうございます。いつでも待ってるんで。ありがとうございます。すみません、今日はありがとうございました。はい、ということで1週間の上活スタートアップツアーが終わりました。率直な感想としては、すごく盛りだくさんで、なんかいろんなことを体験して、もう1週間で大体20社近くの会社と出会えたので、すごく僕自身もいい経験になりました。地方学生しか行けないイベントでご飯が提供されたりとか、住む場所を提供されたりとか、地方学生にとってすごくありがたいインターンシップなので、ぜひ皆さんも参加してみてください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。